はい、今日セアンチューンの動画はですね、いよいよ発売されましたポケモンカードフュージョンアーツ3箱開封していきます。ポケカの公式サイトで抽選とかしたんですけども落ちて、お店で予約しようとしても全然見つからなくて、それでも手に入れられました。なんとかもう3箱でも相当すごいっすよ。これ多分マジで人気すぎるんですよ、今回。手に入んない、本当に。なぜかというとですね、まあまあ、パッケージの今回の箱のポケモンがミュウっていうのもでかいんですけども、大人気の幻の、初代の幻のポケモンですから人気なのもわかるんですけども、連撃とか一撃とかあったと思うんですけども、今回から新しくフュージョンというタイプのポケモンが出てきます。それがもうはちゃめちゃに強いんですよ。まあどう強いかっていうのはちょっとまた開けながら解説していこうと思うんですけども、とりあえずも強い、可愛い、かっこいいポケモンがたくさん入ってるこのフュージョンアーツ、なんかめっちゃ人気すぎて、抽選も俺も含めて、なんか俺の後輩とかもみんな全部落ちてて、どうこれだ、えっ、ー、とこれだ、どうやって手に入れるんっていう感じなんですけども、なんとか3箱手に入れられました。パワーというわけで早速開けていこうと思います。まあちょっと手に入れといて言うのもなんですけども、よく3箱手に入ったな。すごいよ、3箱手に入ったの、本当に。やっぱね、ミュウはすごい人気だね。ちょっと俺もね、全部のカードリストまだしっかり見たわけでもないんで、ちょっとこう探り探りまた見ていきたいと思います。じゃあ最初の1箱は全部しっかり見ていきましょう。いくよ、1パック目。はい、おー、ヒトデマン。全然まだ連撃のカードとかもバチバチ入ってます。ヒトデマン、お、連撃もまだしっかり入っている。ヌメイル、はい、ホルビー、かわいいね、最近月が綺麗ですね。ドラパルト、書きました。早速これがもうフュージョンのポケモンですね。ドラパルト、自分の場のフュージョンのポケモンの数かける30ダメージ、バトル場回せると6までいるんで180点まで出ますと。そこそこの火力ですね。ちょっとフュージョンまだ説明しません、後で説明します。ノコッチ、不思議な巣罠、あ、弱点なくなるんだ、無色の、いいね。いや、まだ序の口よ、まだ序の口です。ミュウ先生が来てくれないと始まんないんでね。はい、次見ていきましょう。あ、ガラルジグゾクマ、かわいい。アイアント、逆境の顎をまひれるんだ。エネコ、かわいい。ビリジョン、はい、クロススイッチャーね。はい、これもご覧ください、グッズにも書いてあるんです。フュージョン、2枚同時に使うカードですね。とベンチポケモン1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。その後自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。グズマ、ボスの指令とポケモン入れ替えを両方兼ね備えたっていうカードです。ただ2枚ないと使えないんですけども、まあまあ覚えといてくださいね、フュージョン。次いきます。はい、あ、エレズン、この子もフュージョンですね。エレズン、ドリューズ、あ、ガラルサニーコ、フュージョンエネルギー、はいはいはい、なんとエネルギーにもフュージョンがあるんです。どういう効果かというと、フュージョンポケモンにしかつけられないと。で、つけてると相手のポケモンの特性の効果を受けない、うん、なんかすげえさらっと書いてあるけど、めちゃくちゃ助かります、こういうの。特性受けなくなるんですよね、クワガノン、これ強いな。ベンチにも200ダメージ狙撃できると、優秀ですね。さあ次いきます。はい、キャタピー、クイタラン、バルチャイ、来ました、皆さん、こいつですよ。あれ、1パック4枚だっけ、5枚入りだよね。え、4枚しか入ってなくね。まあいっか、来ました、皆さん、ゲノセクトです。フュージョンポケモン、こいつは特性が強いです。自分の場に1回使える、自分の手札の枚数が自分の場のフュージョンのポケモンの数と同じ枚数になるように山札を引くと。つまりフュージョンポケモンが6体出てたら6枚になるように引けると。クロバットのナイトアセットが使える。それも手札から出した時じゃなくて自分の番にいつでも使えるんで、次の番にも使える。そしてゲノセクト2体いたら2回使えるというとんでもない特性です。テクノバスターが210、え、マジ 4枚じゃなかった、今入ってたか、5枚入りだよね。枚数も気にしつつ開けていきましょう。次、はい、モグリュウ、ドーブル、あ、またフュージョンですね。エリキテル、タイレーズ、ガサツ、あ、これもいやらしいカードですね。相手の手札を取らせすると。さあ次です。はい、待って、ミュウいつ来んの。あ、チョボマキもフュージョンなんだ、ゴロン、誰。はい、アマージョン、種ポケモン、クイーンオーダー、ベンチポケモン好きなだけトラッシュし、トラッシュしたベンチのポケモンの数かける40ダメージ、5体トラッシュしたら200点出ると。で、素点が20なんで220点、2エネで220出たら相当ですけどね。トラッシュにポケモン貯めれるんだね、ビリジョン。次です。はい、石つぶて、トランセル、バールル、来ました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 、ミュウです。来ましたよ、フュージョンのミュウ V が、エナジーミックス、自分の山札からエネルギーを1枚選び、自分のフュージョンのポケモンにつけると。はい、
そしてサイコジャンプ、望むならこのポケモンとついてるすべてのカードを自分の山札に戻して切る、逃げれるんですね。フュージョンの醍醐味は、まあ、このミュー V も強いんですけども、ミュー V マックスにあるのでもう少々お待ちください。次です。はい、わあ、北がミツレのひらめき。これフュージョン人間ですね。自分のフュージョンのポケモン2匹までやる山札からフュージョンエネルギーを1枚ずつつける。やばいです。ニエネ加速です。別々のポケモンに散らしてつけるんで、いきなりニエネが1体のポケモンにつくとこではないんですけども、まあ強い。アリゲイツよ。どうしたそんな悟った表情をして。かわいい。さあ、ここでミュー V マックスまで出てほしいが、いきますよ。時でもかわいいイラスト。パール、キャタピー、ハンテール、一撃邪魔、強かったな。一撃の邪魔すんだよね、名前の通り、特性が。うわ、一撃ポケモンの技使うエネルギーが1個多くなるんだ。強っ。あ、これフュージョンなんだ。ヌメルゴン、かわいいね。次いきます。はい、デンジムシ、ユキハミブルー、デオキシス。お前忙しいな。お前そこすごい忙しいな。フュージョン一撃連撃全部ついてる。で、フォトンブースト、このポケモンにフュージョンエネルギーがついてるなら80ダメージ追加ってことは160点出るのか。で、一撃エネルギーもつけれるから、なんかめっちゃ200何十点まで出そう。連撃もつくし、なんかすごい、なんかいろんなことに使えそうですね。こんな3つも書いてあると。ポテトとテントとコーン、山札からフュージョンポケモン3体手札に加える。あ、いいですね。強い強い強い。ただポケモン山札から手札に加えるのって、あのボールの仕事なんで、どっちかというとやっぱカミツレみたいにエネルギーをつけたいなって思っちゃいますね。次、バルジーナ、チョボマキ、トゲデマル、ウィンディ、カマクラッチ、あ、マラカッチ、ヤブクロン、ムンナ、ガーディ来ました。フーパー、この子もフュージョンですね。無限ダイナの強化と言われてます。ダブルフェイス。普通ポケモンってタイプ一つなんですけども、これ超と悪タイプなんですよ。で、悪タイプの弱点って草とかもあるんですけども、無限ダイナが超タイプ弱点で、それだけきつかったらしいんですけど、これ超タイプになれるんで、超タイプの弱点が超タイプなんで、なんか無限ダイナデッキに入れれば、無限ダイナデッキの弱点になるデッキにこいつが弱点をつけるっていうね、この三つどもえの状態を作れるっていう強化ですね。無限ダイナに弱点なくなったらそりゃ強いっすよ。そしてアーマーが次です。はい、待って待って、もうなんかそれ光ってんじゃん。もうハイポップコーン出ました。SR かわいいじゃん。でもいいイラストじゃないですか。ダンサー。さあ次次次、どんどん行きましょう。どんどん。てかミュー V マックスいつ出てくんの。エレザード、石つぶて、ヤブクロン、ウィンディ、ガラルサニゴーン、押し付け再生、トラッシュから相手のポケモン V を1体選びベンチに出す。そのポケモンの HP は30になるようにダメ感のする。最強。使い方次第じゃマジでヤバそう。さあ次です。はい、キノガスタも入ってんだ。かわいい、イラストかわいいね。クロスシーバーってフュージョンのグッズ。また2枚じゃないと使えないんだ。自分のトラッシュからポケモンまたサポートを選びてくるのに加える。なるほど、復活できるんだね。アリゲイツ。次、はい、キノココブルーかわいい。ここからメルメドルも入ってんだ。一撃、ほう、特性持ちから技のダメージ受けなくなるんだ。ついよ、なんか普通になんかメタれそうだな。特性持ってるポケモン多いですからね今。次です。はい、うわ、またキノガッサ、ドラミシア、ドーブル、バタクリー、三色鱗粉、これ毒やけど混乱にすると。全部入れだな。やけくそボンバーゴローニャ、何これ、光、なんか爆発しそうですけど。あー、気絶したらダメ感10個乗せるんだ。なるほどね。そんなポケモン倒されません。次です。はい。エレズン、ワニノコ、ホルビー、スケータースパーク。トラッシュするエネルギーが基本エネルギーだったら、逃げるときにトラッシュした基本エネルギーを手札に戻すというスタジアムですね。なるほど。ガラルマスグマ。次です。はい、メルタン、一撃メルタンだ。バルチャイ、エネコロロ、ストリンダー来ました。マックスダウナー、この子もフュージョンポケモンです。ポケモン全員フュージョンだったら相手の VMAX ポケモンの HP が30小さくなる。相手の HP をそもそも下げるというポケモンです。特性で、こりゃ強いぜ。グランブル、トラッシュからポケモンの道具2枚持ってこれるんですね。優秀。さあ次、いつミュウが出るんでしょうか。あ、ムシャーノもいるんだ。まだ全然知らないカードがいるな。メルタン、クワガノン、フュージョンエネルギー、あざっす。次いきます。はい、お、ドラゴンタイプ、ヌメラ、かわいい。マジでイラストかわいい。ガラルタチフサグマ、黙らせる強いな。技使えなくできるんだ。結構優秀ですね。はい、アコジムシ、エレザード、モグリュウ、ラティアス来ました。レッドアシスト、これフュージョンです。ラティオスいないと使えないやつなんだ。なるほどね。ただすごいなこのバリア。ポケモン VMAX から技のダメージを受けないって書いてある。やば、ワンチャンポケモン VMAX デッキはメタれそうですね。何これ、スポンジグローブ。あ、水ポケモンのダメージもプラス30だ。ピンポイントすぎ。さあ次、
ムンナ、ヌメラ、モグリュ、パワータブレット、これやばいんですよ。フュージョングッズなんですけど、この番自分のフュージョンポケモンの使う技の相手のバトルポケモンへのダメージがプラス30、パワータブレット4回使った技の威力はプラス120。モスのね、まあ氷雪の舞の別のルートみたいな感じになるのかな。いや氷雪の舞一択だ。次行きます。はい、来たか来たか、これ来たか来たか、ついに生拳。何これ、生拳投げってこの数を下に戻す。あー引け、これ強くね、ワンちゃん。なんかいいな、ドローできるのか。はい、来ました、ミュー VMAX です。フュージョンの要と言ってもいいでしょう。技無色2個で打てます。クロスフュージョン、自分のベンチのフュージョンのポケモンが持っている技を1つ選び、この技として使う。大ミラクル130ダメージで、相手のバトルポケモンがなんか効果かかってても130食らわせますよっていうカードです。さあ、このクロスフュージョン、今までいろんなフュージョンポケモン出てきたと思うんですけども、無色の2個ついてればどの技でも使えます。やばいのがこの無色2エネっていうところです。つまりさっき言ったゲノセクトいると思うんですけども、テクノブレイク、あ違った、テクノバスターも普通だったら鋼2個と無色1個、合計3つのエネルギーがいるんですけども、ミュウ VMAX だったらベンチにゲノセクトがいれば2エネで打てます。はい、強いんですよ。はい、もうほら、もう使ってと言わんばかりのこの組み合わせ。2エネで210の意味わかります？破格の火力です、マジで。パワータブレット使えばそこそこまだ火力も上がるんで、もう本当に強い気がしてて、マジで。フュージョン他にもいろんな技があるんで見ていきましょうか。はい、だからさっきのこのまとわり、あ誰、黄色、さっきのミュウのクロスフュージョン使えばこのまとわりつくとかも使えます。だから相手の戦況に応じていろんな技が使えるんですね。それが強いさ。バトルビップパス、最初の自分の場にしか使えない。山札から種ポケモン2体までベンチに出すと。自分の最初だけなんでね、結構後々事故るカードにはなりそう。さあ次、はい、人手間、あ結構もかぶってきたかな。スターミー、何それ、ランダスター、うわすげえすげえすげえ、え何これ、あもうなんかすげえ30を吊らしてくみたいな感じで連撃なんだね。来ました、踊り鳥。フュージョンのこいつも強いんですよ。フュージョンポケモン全員の相手のポケモンから受ける技のダメージがマイナス20されます。めっちゃ強くなる。ただ特性被らないんで、もう1体いればいいかなっていうカードです。強い！マイナス20はでかいです。さあ、あ、また VMAX がいたな。誰だ？うわ、欲張りす VMAX だ！いや、これもなんかワンチャンやばいんですよね。丸儲け。この技のダメージで相手の種ポケモンが気絶したらサイドを2枚多く取る。ガラルサニゴーンと相性良さそうですね。大豪欲160の、3枚引けると。欲張りなカードだよ、本当に。モスの人手番。次次！はい。エレズン、ゴローン、ホルピー、サクラビス、あ、連撃キャンセラー。連撃ポケモンの特性なくなる。やばいじゃん。名残の大鈴。このカードをつけてる VMAX が相手のポケモンから技のダメージを受けて気絶した時に自分の山の中で好きな方が1枚何でも持ってくれるんだ。便利ですね。いいカードだ。さあ、残り2パックです。一気に開けようかな。ミュウ V とミュウ VMAX が出たのがすごいね、ありがたかった。これを紹介しないとまずこのパックの醍醐味がないみたいなとこあるから。生拳、チョボマキ、ガラルサニゴン、ダンスロ、ヤブクロン、レンジ虫、キノコ、あ、そっか、忘れてた、シャンデラもいるんだ。シャンデラ V、 混乱にするのも強いですけど、ポルターガイストね。ゲンガー&ミミックと同じ技ですね。相手の手札を見てその中にあるトレーナーの枚数かける40ダメージ。トレーナーズって結構グッズとかサポートとかいろいろあるんで、5枚あれば200ダメージです。強いで判定いると。はい、1箱目はこんな感じでした。皆さんどうですか、理解できましたでしょうか、フュージョンというポケモンたち。まあなんか一撃連撃みたいなくくりは一緒なんですけども、そのミュウ VMAX っていうポケモンが全てのフュージョンポケモンの技使えるんで、もうなんか戦略がマジ無限大になっちゃうんすよ。2エネで何でもできるっていうのがそのフュージョンの強みらしいです。だからちょっとね、デッキ作りもすごい難しいっぽいんですけど、いろんなやり方があって、もうそこもまた楽しみの一つかなと思っております。じゃあ2箱目開けていきます。ノーマルカードほぼ見たと思うので、ここからまたちょっとキラーカードだけ反応していきます。では開けていきます。はい、2箱目全部出ました。では見ていきましょう。とりあえず俺はこの3箱でいかにあのミュウデッキ作れるパーツを集めれるかどうかがマジで大事だからね。とりあえずミュウ V とミュウ VMAX はマジで欲しいです。あとミュウ VMAX の SR も欲しい。5枚お願いします。ブランチバトルビッパスカモン、ヌメロマギロルージュラティオ、センキューアンラティアスの彼女、彼氏、オーダイルだ。ちょっと待って待って、いきなり、ちょっと待って、ちゃんと紹介していきますね。暴れん坊、進化させた時に必ず1回、必ず使うんだ。コイン投げて表だったら相手の山札を5枚トラッシュ、裏なら自分の山札5枚トラッシュ。乱暴すぎでしょ。イラストもすげえ乱暴だな。めっちゃ強いけど、これ山札5枚削れるの強いね。
はい、待ってもう今なんか SR っぽいなったんだけどな。何、はい、ありがとうお母さん、入学ほあ、パワータブレットです。あ、そうそう、オッケーオッケー。もしゃおじグザムグランパーゲンツパウンキャットピアグラスパルスマン。君もいたわ。君もいたわ。なんかすごいいかついな。イラストめっちゃかっこいい。あ、殴ってベンチと入れ替わるスマッシュタウンエレキバレット。ベンチにも30点与えますよっていうバランスのいいカードですね。すっごいテクニカルなカードです。のメルガン、メルトン、メロサニーゴン、タイライツ、サクラビス、ホルダーゴジムシーズ、フーパー、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。ちょ、ヒュージョン、あ、クロスイッチありがとう。もうヒュージョン何でもいいから、この3ボックスで俺いかに集められるかが、え、待って、メロエッタもいいんだ。メロディースコー、あ、ちょっとメロディアスエコー、フュージョンエネルギーの数かける70。4枚しかデッキに入れられないから、280か。まあまあ、十分ダメージ出るな。あ、ガーディかわいい。あ、人形のイラスト。あ、エリザード、ウェンディ、レイキトン、エンコ、生拳。終わった。終わった終わった終わった。ミュウでやってくれそこは。ミュウでやってくれ。バトルピッパーチョンマンキーヤブクロン。テンテンアダルドゥナゴレスのエシツーブでヤブクロン。で昨日ガススターミー。ワウ。ガスガスヤンドゥユキハンクイトランにあげろでポテトコーン。ワニノコウユワンク。あーキノコゴヨクバリスブイマックス。クロスイーバーブルーコクガマルティンアルゲイダストディス。エシツーブディバルチューリュージョンバタフォリー。ブラックケンチワンコウトランシーガーディガルタチサガマ。マッシブエンキョブリオンキャトピースケーターズパックドランチコクギャムショーンテンテンパルサブイマックス。ほう、かっこいいパルサブイマックス。ライトニングストーム、自分の場のポケモンについてる雷エネルギーの数かける30ダメージプラス、素点が30と。で、ダイボルト、それライエボルトみたいですね。程よい。あ、カミツレ2枚目ありがとうございます。カミツレはマジで4枚欲しい。あ、ラティアス、グロニバルジンドラメシャー人でもアマーカ、残ちぬめるホルビーエルゼンフュージョンエネルギーセンキュークワゴのドリューツガラクサニングモグリューストリンダーオッケーオッケーありがとうありがとう。しっかりとそういうカード欲しいです。タイレーツアイアントヌメラアゴチムシ、あ、ドラバルト、いいねいいねいいね。しっかりと集めていきましょう。スポンジクローブアンガラスカンコーレッツンフォリーコンプエレクテルチョウマキハガネールハガネールね。うわー怖い。あ、カゲツ、お前だけはマジで許さねえ。ビリジョン、ハンテル、ガロン、ホルビー。ガロチグ。あ、危険下にはいるんだ。顔、おもろ。なだれ起こし、相手のマフェタを2枚トラッシュ。なるほどね。デストロイヤーパンチ。相手のバトルポケモンに残ってるダメ感、めっちゃ強いじゃん、これ。ある程度ダメージ食らってたら、ダメ感30点乗ってたら180、40点乗ってたら240点でしょ。プラス90、もう最強だ、これ。シンプルに火力がやばいな、このポケモン。もうちょっとダメそうです。いやー、やらかしたな。これがマジで、かげちさんには申し訳ないんですけども、もったいない。さあ、ラスト一箱です。開封していきましょう。ミュウの VMAX の SA マジで欲しいんだけど。そんな甘くないか世の中。はい、出ました、3箱目です。こんなに変えたことに感謝。さあ、しっかりとミュウ V、 ミュウ V、 あ、さっき、あ、待って、さっきさ、ミュウ VMAX 出たっけ。あ、ミュウ V しか出てない、やばい。組めないかこれワンチャン。あ、ゲノゼクトも出てないじゃんさっき。いや、なんかそんなバカスカ買える箱じゃないからさ、マジしっかり出していかないとほんと困るんですけど。じゃあちょっとラスト3箱目見ていきましょう。オープンザプライス、アウト。最初からキラメツのカマムキ、あ、違った、カミツレのキラメキ最初から出ていきました。よろしくお願いします。カミツレ、これアマージョでしょ。もう、ね、なんかね、影でわかります。ポテトコーン、キノガサ、ワニノコ、サクラビス、ヤバクロンチョン、マギャンクンテンチョン、ナダドラ、グランボ、ハガネイル、パワータブレット、ありがとうございます。オッケーオッケー、これはミュウでしょ、それはミュウだよね。オッケーオッケー、いいよ、3枚出たよ。もう組めるよ、もう組めはしないけど、組めはしないけど、ミュウは絶対欲しいから。はぁ、はぁ、うわぁ、これめっちゃいいんじゃない。待って待って、これめっちゃいいんじゃない。スリーブ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 、やった、ゲノゼクトのイラスト違いだ。すいません、ちょっと分かんないけど、とりあえずスリーブ入れさせていただきます。いやー、奥さん、これはいいんじゃないですか。ドーブルもいるし、なんかはしゃいどるし、あんた、めっちゃ可愛いじゃんこの SA。 これは、勝ち、ちょっと本当に勝ちなのかな、ちょっと分からんけど、なんかミュウの SA は本当に高くなるって言われてるんですけど、まあ、値段じゃないのはもちろんですけどもね。ラストリンダー、いや、個人的になんか今人がさ2回続いてたからさ、ポケモンの SA 機で、すいません、めっちゃテンション上がってしまいました。スターミー、
ハンテルドーボーエズワンクドロンチカゲツホビキャセツこれオーダイル。アメリカマルタンのメロンサニングのマロン、クロスガセセセセセセセフーパー、あフーパーも結構出てるな。ダストラスモーグルヒトネマンドリューズアギルダ対立エネコトゲデマルバールルメルメタル。ドロンチキャタビアオグラセセバトルピッパセセ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 パルスワン V。うわこれ次 V マックスがパルスワン V マックスかミュー V マックスかのどっちかなんだろうな。デオキシス。頼むミュー V マックス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 ケケンガニ。ミュー V マックスはどこ？あ、シャンデラ V マックスもいたんだ。あ、欲張りする V マックスもいた。ごめんちょっとごめんちょっと SA がスペシャルアートが嬉しすぎてさ、3箱目ちょっとごめん3箱目何出たかよく覚えてねえや。え、でもさこんな繋がってないことある？なんかイメージだとさ1箱にさ必ず V と V マックスのさその進化セットが入ってるイメージがあるんですけども全然おらんかった。はい、というわけで3箱を開けさせていただきました。 SR 枠はこちらの3枚で、ミュー V は3枚出たんですけどもミュー V マックスが1枚しか出なかったです。ちょっとまだ作れはしないかな。ちょっと変えたらフュージョンアーツ頑張って買ってミューデッキ作りたいと思います。以上、ヒロセアンズでした。あっしゃ。